雨だよね、わかる。もうと思ってもうと思って、雨だよね。よし、あけ。みんな今日どこも雨だよね、結構。え、違くて今日え、マジでなんか、なんで今配信しようと思ったかっていうと、なんかね、まだお昼食べてなくて、でなんかめんどくさいなと思って、でもねえ、なんと私高橋はパンケーキを作りました見て、えらい、おやつ、そうだよね、3時だからもうおやつ、見て見て、パンケーキ作った飯テロです、イエーイ。これを食べながらみんなとおしゃべりしたら、何もない休日も楽しい休日になるとの形、ちょっとめっちゃいびつなんだけどそう、しかもメープルがなかったから、あのなんだっけ、砂糖にしました、砂糖にしたお砂糖も美味しいよ、結構。でしかも三、あれなんだっけ、なんかさ、白くないやつ、三温糖みたいなやつだから、あんまりなんか白くないんだけど。そう、お飲み物はあのあれ、ちょっとこれすごい、なんかもともとこんないっぱい作る予定じゃなくて、でもなんか余ってた粉使ったら結構いっぱいできちゃって、あ、そう、一口サイズに作ったの、わざと。そうで、余っちゃって、あ、余っちゃってじゃなくて、余ってたのを使ったらいっぱいになっちゃって、ちょっと糖分やだなと思ったんで、今日は黒ウーロン茶と一緒にこれオーロラグラスなの、可愛いんですよ、とっても。スリーコインズ、安い、食べますそう、もうね、暇すぎて、ほんと、いただきます、これ、うん、うん、うんうんうん、あ、美味しいですね元なんでうん、とってもいい感じ。そうだから、あの、突然ショールームやってもいいですかって聞いたの、みんなに。みんな結構お仕事中の方もいっぱいいるみたいで、まあ、やっぱ土曜日ってそうですよねみたいな。でもなんかさ、一口にしちゃやっぱ大きいわ、これ。一口サイズに作ったけど、やっぱ大きい。何笑ってんねんだけど。そう、パンケーキ、食レポ？まあ、あの、バターの香りが、こう香ってきますね。作った感想、作った感想はもう無で作ってたね、無心で。そう、ちょっとでも大きい、やっぱり入らないんだよね。どうやったらいいんだろう。甘、お砂糖だけ食べちゃった。どうしよう、もうパクっていくしかない、これ。ねえ、どうやんの、どうやって食べよう、助けて。食べるの下手なのにさこういうのや、初めてやってみたけど、ちょっと食べ方研究した方がいいね、これ。全然上手に食べれないんだけどどうしよう、どうしよう、ここにこれ置いて、こうして、あ、切ってがいいか。あれ、ナイフ持ってくればよかった、持ってきてない持ってこいよみたいな。これさ、半分に折れないかな、パンケーキを。あ、いけたいけたいけた、あ、やばい、いけました。あ、無理だねえ、下手くそ、自分どうしよう下手くそすぎる、苗なんだけど、なんで、こんなサイズも入らないのか、私の口ちょっと大きいのか。口をね、大きく開けよう。ちょっとお行儀悪いかも、ごめんなさい。食べてみる、ちょっと一口。
違う、ちっちゃめなのはまだいいんだよね。なんかさ、とりあえず食べれそうなのないかな、慣れるまでちょっと食べれそうなのない。あ、これとか。なんかね、一個ね作ってたらね、ハートみたいになったの、偶然だけど。へへ。うん。画面越しにあん、こんなのでいいのこんなダサくな料理でいいの、料理っていうかこんなのでいいんですか皆さん。ちょっと食べるのも下手っぴだし。あー、どうぞ見えないどうぞ、はい、みんな面白いね。うん、これがいい。うん、うん、パクパクした方がいいね。うん、食べやすい。さっき一口で言った意味。美味しいよ意外と。だって元だもん。そうやっぱね、みんな今おやつの時間なんで、時間帯的には。美味しいですね。やっぱりこういうのってさ、一人で食べるよりさ、こうやってこういう風にみんなとおしゃべりして食べた方がさ、美味しいじゃん。うん。あ、チュロス食べた？いいな、チュロスも食べたいね。食いしん坊か。だって元だもん。そうだよ、元だから美味しいんだよやっぱり。うん、へへ、美味しい。これ食べてる時喋れなくなるそりゃそうだ、そりゃそうだ。マンの部屋はテレビあるの？ないよ、テレビないよ。うん、アイスいいね、アイス乗っけたい、美味しそう。なんかついてんな。美味しい、こんなペロッと食べちゃうね。いっぱい作ったのでとか言ってもうこれしかない。こんな小食じゃないのでも本当は。わかります？私小食じゃないんですよ。全然。そう、なんかパスタとか普通に2束とか食べちゃうし。うん、爆食、割と本気出せばめちゃめちゃ食べれるタイプです。大食い YouTuber ではないなんかでも麺系がいっぱい食べれる。ご飯はあんまり食べれないけど、ラーメンとか
うん、それこそパスタとかうどんとかはいっぱい食べれますね。そう、なんか最近は辛いのが好きだから、パスタ、トマトソース系のパスタにあのめっちゃタバスコかけて食べたりしてます。へぎそばとかも結構いっちゃう。いや、へぎそばはね、あんまりね食べれないっていうか食べようと思わない。あ、ちっちゃいのいた。うん、オムレツ。オムレツ。あ、わんこそばやってみたい。でもやってみたい、めっちゃ。ナゲットね。でもさ、まあさ、あれさ、ナゲットもっと食べれると思った、正直。なんか最初ほら48個ずつみたいな言ってて、これ賞味48とかでも食べれるなって思ってたんだけど、無理だった。普通に1種類しか食べない、あれ1種類はちょっと結構きつくてって感じでしたね。やっぱりまだまだだなと思いました。ちょっとどこ目指してんのって感じだけど。帰る。大滝さ、めっちゃ企画してたのにさ、全然食べないからびっくりした。面白いですね、本当に。まあまあ小食だっけ。違うよ、全然めっちゃいっぱい食べる。もりもり食べますよ。そう、マウは偏食なだけ。そうです、そうなんです。だから好きなのはいっぱい食べますよ、とても。うん、ちょっと今無意味な拍手しちゃった。全然意味のない拍手しちゃった、びっくり。ちょっと待って、なんかまつげになんかついてるな、絶対。え、何これ、なんかついてるよ、お皿のとこに。何これ。ちょっとすいません、よいしょ。お寿司はなんか時と場合によるけど、行ける時は12、3皿ぐらいは全然食べますよ。それとサイドメニューとか、12、3皿とサイドメニューとか結構食べますよ。なんかね、お皿の裏になんかついてる。どうしたの。わさびは克服してないですので、サビ抜きでございます。そう。やばいよね、お寿司12、3皿とサイドメニューだよ。あ、でもさすがにその12、3皿食べてる時のサイドメニューで麺は食べれないけど、なんかあの唐揚げとかなんかポテトとかそういう感じのやつは食べます。結構茶碗蒸しとかめっちゃ食べる。
でも結構結構女の子だったら結構食べる方じゃないですかね、これ。うん、なんか前にあの友達と遊んだ時に夜ご飯かお昼ご飯かどっちか忘れたんだけど、なんかまあご飯食べようみたいになって、結構前ね。で、あのみんな大好きサイゼリヤに行ったんです。私サイゼリヤマジで大好きで本当に好きなんだけどサイゼリヤ行って、であのご飯食べたんです。で友達は3人で行ったんだけど、あのなんかまあ普通にサラダとまあパスタみたいな感じで食べて、まあ普通のやつね食べてて、でもなんかもうお腹いっぱい、だいたいサラダが先に来るじゃないですか。で、サラダ食べて、でパスタ来てみたいな、食べてる間にパスタ来てみたいな感じでこう食べたんだけど、こうやっぱりねサラダ食べてちょっとねお腹いっぱいになってきてからのパスタだから、結構ね最後の方は2人とも、マウ以外の2人は結構お腹いっぱいって言いながら食べてたんだけど、マウはサラダとパスタなんだけど、サラダ L サイズのパスタ大盛りを頼んで誰よりも早く食べ終わるっていう、結構惹かれた友達に、その中学の友達なんだけど、えこんな食べるっけみたいな言われて、いや食べるようになったみたいな言ってやばいよね、本当にやばいと思って自分でもびっくりした。まだあれ、まだみんなあれみたいな、えそう、でもさすがにお腹いっぱいにはなったけど、その時でも全然デザートは食べれるなって感じだったそう意外と食べるんですよ。うん、逆にでも時間かけると食べれない。噛まないからあんまりよく、だから結構あれですね、食べるの早い。ある意味大食いの極意それなちゃんと噛まないと体に悪い。そうなんだよね、そうな、分かってるんだけど、なんかもう気づいた時には飲み込んでるみたいな。なんかでも太りやすくなるっていうね、そういうの。もう手遅れだよそんなこと言っても手遅れなんですが、家に着いたのでのんびり配信見ます。帰り辛いの好き。うん、あの唐辛子系の辛いのは好きです、すごい。だからあのタバスコとか、あとタバスコえタバスコってなんだろう。えでも辛いの好きですよ。からし味噌とか、からし味噌ラーメンマジでハマってて、今ラーメン界で一番好きなラーメンからし味噌ラーメンなんだけど、めっちゃめっちゃ好きで、それうう、うん、突然喋るの下手くそになった。えなんかいつもラーメンは割と普通盛りが多いんですけど、からし味噌ラーメンは絶対大盛りにします。えそう、育ち盛りなんだよね、成長期。おじやの経典ってお店行ったことある？あるあるある。あそこの、あそう、担々麺とかも好きで、経典の担々麺はマジでうまい、マジで美味しい。もう
大好きですね。とても結構ボリューミーで、なんか辛さの種類っていうかは結構その甘みのある辛さっていうか、こうビリビリビリってこう痺れる感じではなくて、割とこのなんだろうな、辛さの中にも甘みがあるみたいな担々麺です。経典は結構ね美味しいですよ。ラーメン屋さん多いんでね、おじや本当に。担々麺ねは食べたいな、久しぶりに。京店の何がおすすめ？やっぱ担々麺かな。あれ担々麺なんだっけな、なんか肉味噌担々みたいな、あ違うかな、なんかでもそんな感じ。担々麺、肉味噌担々麺みたいな感じだった気がするんだよな。最近あんまり行ってないから覚えてないけど、でもそんな感じです。そう新潟のねラーメン美味しい本当に。あと個人的にはねしゃがらも好きですね。新潟駅の中にある、まあそこだけじゃないんだけど、新潟駅の中にあるしゃがらっていうラーメン屋さん、結構有名じゃないかな、有名っていうか知ってる人多いんじゃないかなと思うんだけど、うん、そこは個人的にすごいつけ麺が好きです。うん、よく行ってました。しゃがらよく行く、美味しいよね。ねえ待って、高橋真ちゃんにおすすめされてきましたっていや誰ってなるでしょ多分。有名でしょうはやめてよ有名じゃないでしょ全然。もしやじゃ知らない人はいないって聞きましたけど、どこで出回ってんだそんなそんな情報が。そんなわけないでしょう。そんなことないよ。そんなんだったらもう街を歩けないよ。まうわ。パンケーキ食べたら何個目？え、わかんないけどあと2個しかない。これお昼ご飯っていう体だったからおやつ持ってこようと思ったのにテーブルの上に置いてきちゃった。まあいいや、食べるなってことですね。うん、うん、お腹いっぱいですね。美味しかった。ごちそうさま。
おやつは何だったの？いや、これです。これがおやつ兼お昼ご飯みたいな感じです。これ飲んどけばなんとかなると思ってる。美味しかった、ごちそうさまでした。つぶじまーちゃんの作ったパンケーキ食べたいです。だってかわいい。パンケーキ、パンケーキぐらいだったらみんなさ作ってあげるよ。マーが次いただくのもないよ。持ってくの忘れちゃったんだもん。だってしょぼん。マーマーパンケーキどこで食べる。絶対マーが作りに行くよりみんなが自分で作った方が早いよ。だってこれ元だよ。イベントですか。パンケーキ食べたい、パンケーキ食べたい。リアルに得意料理なんだろうな。得意料理、最近あんまり料理しないんだよな。一番何が好き？料理で？作るのが、食べるのが。まあまあパンケーキと新茶パンケーキだったら絶対負けるじゃん。絶対。で誰が作っても同じだよこれきっと。あ、食べるの、食べるのはまあ普通にうどんとかが好きですけど、好物うどん、お寿司です。私肉より魚派なんで、肉一生食べれないか魚一生食べれないだったら肉一生食べれない方選びますね。うん、そうしますねきっと。オンライン授業の時のお昼は自分で作ってないの。私あの近くにおばあちゃんが住んでるんですけど、おばあちゃんが作ってくれます。甘えてます。そう、うどんが好き。のどぐろ美味しいよね。なんか一回なんだっけな、なんか番組に出た時、スマスタか、スマスタに出た時になんかのどぐろのお寿司を食べさせていただいたことがあって、その時初めて食べたんだけど、もうびっくりびっくりした。美味しすぎて、なんだこれ。こんな美味しいものがあるのかと思って、それ以降食べてないんですけど、ちょっとお目にかかれてないですね。まだやっぱ高級食材様なので。そう、本当にびっくりした。美味しくて、こんなに美味しいお寿司があっていいのかと思って、脂乗ってた、マッチで美味しかった。まあでもやっぱ不動の1位は、安定して不動の1位はまあイクラなんですけど、イクラはね本当に好き、美味しい、完璧だから。その回転寿司とか行った時、枚数食べるけど種類はそんなに食べてなくて、そうだからサーモン3皿イクラ3皿とか一気に頼んじゃうから、そうするともう6皿だから、それで半分占めてるみたいな感じ。結局ちょっと違うの頼んでまたサーモンとかに戻っちゃうみたいな。そうそう、そんな感じですね。あー、お寿司屋さんね、弁慶行ってみたいんだよね。ずっと行きたい行きたいって言ってて、3日向けてないんだけど、そう、サーモンとイクラが大好きなんですよ。鮭が好きなんだろうな。基本的に。
わさびダメですね。わさび食べれないですね。鮭とイクラの親子丼が好き。ああ間違いない、美味しい、もう最高。まあ強いてお肉言うんだったら、まあまあ牛タンですかね。もう不動の1位、牛タン美味しい。あーアボカドサーモンとか、わー美味しそう。あーお腹すいてきた。なんかさっきからラーメンとかお寿司とかばっかりそういう話してるから、めっちゃそういうの食べたくなってきた。まうまうって二十歳になった？まだ今年もうあとちょっと、嘘、1ヶ月半ぐらい、あとん2ヶ月ん、ちょっと待って、1ヶ月半ぐらい、多分1ヶ月半ぐらい。みんなにみんなに言われてる。今食べたばかりですよ。今パンケーキ食べたでしょ。今パンケーキ食べましたよね。みんなに言われてる。食べました。NST 祭りの時のお寿司美味しかった。美味しかった。あ、その時じゃないかな、のどぐろ食べたの。確かなんかみんなで出た時だった気が、みんなっていうか割と大人数で出た気がする。うん、大人数っていうか何人かで出た記憶があるので、多分その時1ヶ月半だよね。そうだよね、1ヶ月半で20歳。やばい、どうしよう、無理。20歳だって、マウが、あのマウが、どうしよう。そうツッコミ、それな、みんな突っ込んでくれてありがとう。え、そう、でもなんか周りからはやっと顔が年齢に追いついてきた、うん、年齢が顔に追いついてきたねって言われます。最近嬉しい。なんかね、やっぱり昔はね老けてたっていうかあれだったので。結構年齢より上に見られる、実年齢より上に見られることが多かったので、ちょっと最近は結構年相応になってきたねって言われて嬉しいです。そう、嬉しい、やったー。そう、みんなにこれ言ったことあるかな、自分が一番あのびっくりしたあれエピソードっていうか、その年齢のことで一番びっくりしたエピソードは、小学校4年生の時になんか白のなんかこう袖がないみたいなブラウスになんかちょっとこうダボっとしたパンツを履いて、夏なんだけど履いて、あの巻いてこう2つ結び、普通にこうやってこう2つ結びにしてハットかぶって電車に乗ったんです、ママと。でママは切符2枚出してたんだけど、まあ小学生だから、まあ、小学生料金で乗ろうと思って切符出したんですけど、駅員さんにあれ切符はって言われて、いやありますありますみたいな言って、あ小学生ですかみたいな言われて、まあ、乗れたんだけど、そうびっくりしましたね。まあ割と身長もその時はその年齢にしたら結構高い方だったんであれなんですけど、うん、間違えられましたね大人と。でも小4だよ、小4ってでもさ身長、多分150センチないぐらいあったかな、150センチくらいかな。そうそう、そんな感じですね割と。まーちゃんこんにちは、こんにちは。そうですよ、本当に。まあその時と比べたら、まあ、ちょっと若返ってきたみたいな。若返ってきたとは。そうなんですよね、ほんと。
くりでございました。しかもなんでこんなバッチリメイクして髪とかもちょっとふわふわしてるかっていうと、あのね、なんかちょっと買い物行ったんです。さっきほんと午前中、もうほんと数時間ぐらい、2時間ぐらいしか行ってないんだけど、買い物行ったんだけど取り残されたんで暇でで、なんか本当はお昼とかも食べるつもりなくて最初なんだけど、さすがにお腹空いたしもう暇すぎると思って、でも今寝ると夜寝れなくなると思って、でパンケーキ作ろう、そしてショールームやってみんなとおしゃべりして食べたらきっとこれはうまいと思ってこの配信をしてるわけですね。パンケーキ配信とか言ってテロップ出しといてもパンケーキないけどね今から見てる人さ、何がパンケーキなのって思ってるよね絶対。服かわいい、本当これパジャマこれパジャマだけど本当嬉しいけどね、このこれね GU のパジャマなんだけどマジで気持ちよくて、もうもちもちなの、なんかで、なんか最初最初なんだっけ、最初これのなんかアイボリーみたいな白っぽいやつを買って着て感動して、この感触に、メンズ着れないかもこれレディースだから、そうで、それで感動して、で次にまた行った時にこっちの色がちょっと値下げされてて、えこれ値下げされてると思って買って今着てます。これあったかい、そう色違い買った。なんかね、なんて説明すればいいの、ほんととにかくもうね、なんかもっちり感触って感じ。今危ない、もっちり食感って音した食べてないけど、そうこんなのめっちゃいい。もちもちです、結構ストレッチ効いてて、しかもなんかそんなに分厚くないんですけど結構ねあったかい、保温性が、何でも食べますねとか言ってやばいわ。そうパンケーキ食べちゃったんだよね、もうないんだよね、テロップ変えよう。変えたユニクロお高くて卒業しました、今は島村です。あ、わかる、ユニクロってちょっとねあれだよね、物によっては結構お高めのものもある食べた後配信にしました。島村いいよね、もうマーも島村大好き、なんかやっぱなんだろう、今って結構、まあ、100均とかもそうだけど全然なんか値段よりクオリティが高いものがいっぱい売っててありがたいですよね、とても嬉しいです。初見です、ありがとうございます。 H&M 好き、あーわかる、いいよね、かわいい、安い、とても好きです。最近はねザラが好きだけど、ザラすごい、すごくでもないけど割とお高いので、もうほんとよし買うぞって時しか買わないけど、でもすごい好き、かわいい。雨の中帰宅したぜ、お帰りなさい、風邪ひかないようにしっかり拭いてくださいね、あったまって。3期は行かないか、あーなんかねめちゃめちゃ行くわけじゃないけどたまーにぐらいたまーにくらいです。でも
なんだっけ、モコモコの靴下とか結構買いますね。長岡駅の、裏の方にあるんですよ。島村のキャラクター系をパジャマにしてる。あ、わかるわかるわかる。夏のパジャマとかは割とそんな感じ。私さ、 T シャツみたいな。最近めっちゃなんかサンリオとコラボしてるから、すごい。去年の夏とかはめっちゃ買った。どっちが表でどっちが裏？アオーレがある側が表で、なんて説明すればいいんだろう。反対側が裏サンリオキャラクター投票しました。え、毎日してる。え、あれ毎日できるよね。毎日してる、あれ有効だよね。毎日してるの。そう、毎日してます。ザラは新潟バンダイだけ？うん、そうかも。県内は、うん。そう、そう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 、悠久山の方が裏です。ちょっとママもあんまいまいちよく分かってないんだけど、あんまり。そうそう。こんな感じでございます。6日待ちのイオンないの？え、わかんないわかんない。6日待ちのイオン行ったことないなまず6日待ちに行くことがないね。そう、サンリオね、キャラクターなんか好きなキャラクターがいっぱいいるんで割と迷ってるんですけど、でも前回はクロミちゃんにすごい投票してて、でもやっぱりまあ人気じゃないですか。すごい、もともと人気じゃないですか。で、私はピアノちゃんが実は一押しなんですね。クロミちゃん好きなんだけど、ピアノちゃんが一押しなんですよ。でもピアノちゃんのグッズってあんまないんですよ。そうだからクロミちゃんのグッズはめっちゃある、普通にあるから買うんだけど、そうするとクロミちゃんのグッズだけ増えちゃうじゃないですかだからめっちゃクロミちゃん好きみたいな、まあ好きなんだけど、好きな人みたいになってるんだけど、実はピアノちゃんが一押しでして、ピアノちゃんに今年はめっちゃ投票してます。だからサンリオでなんか買い物すると、投票のあれがもらえるんですよ。こういうなんか輪っかみたいなあれとかも全部ピアノちゃんに捧げましたピアノちゃんマジお願い、なんで人気ないの、あんなに可愛いのに。ピアノちゃんもう去年より上にいますよね、今年は。そう、でもクロミちゃんも好きですよ。でも今年はちょっとピアノちゃんももうちょっと上に行ってほしいっていう気持ちがすごいあってピアノちゃんにめっちゃ投票してます。え、全然関係ないけど、なんか LINE の着せ替えでこの間ピアノちゃんの着せ替えを発見して買っちゃいましたそう、なんかクロミちゃんの方が種類いっぱいあってあれかなと思ったんだけど、でもピアノちゃんは1種類しかなかったの。でもピアノちゃんがいるってことにまず感動して、ピアノちゃん買っちゃいましたえ、ピアノちゃんってどんな子だっけ。え、わ、ポーチないな。ポーチ持ってるんだけど、あ、ちょっと待って、私がめちゃめちゃくじ引きで課金したこんな子です。見えない。
こんな子かわいい、羊みたいな、そう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 、ね、課金、あ違う、まあしかもねあれなの、なんだっけあのしかもその LINE の着せ替えマジでコツコツポイント貯めて買ったんですポイントおばさんです。そう、結構私くじ引きとか好きでめっちゃやるんです。これはクロミちゃんのバッグ、かわいい、これ当たったんです、かわいくて無理かわいい、ガチャガチャとかもねめちゃめちゃやる、これクロミちゃんガチャガチャです。そうポイントおばさんだからポイントで買っちゃうっていうか、ポイントを使って手に入れちゃうタイプです、割と。そう、節約家、倹約家です。矢野ちゃん人気ないの？いや人気なくはないんだけど、やっぱそのまああのシナモンとかマイメロとかクロミちゃんとかに比べるとやっぱり下の方ではありますよね。人気ないわけじゃないと思うんだけどね、なんかこうこの可愛さに気づいてる人があんまりいなくて悲しいです。私は可愛い、そう結構 UFO キャッチャーガチャガチャくじ引きは割と好きですね。あの推しキャラがメインの時とか、なんかこう全体のやつで、例えば A 賞キティちゃん、 B 賞シナモン、 C 賞マイメロとか、ね、そういう感じのその混ざっちゃってる感じのやつはあんまりやらないけど、例えばそのクロミちゃん一択とかシナモン一択とかの時は割とくじ引きとかもやっちゃいますね。ちょっと待ってくださいね、ここにもねぶら下がってるんですよ。よいしょ、ほら、あこれ同じですね。え、そうコギミュンがそう似てんのよ。なんかコギミュンさ最近めちゃめちゃ押されてるんですよね。ピアノちゃんも可愛いのにと思って、でもこれよりちょっとマオが持ってるポーチの方が可愛い。なんか前にメゾンドフルールとピアノちゃんがコラボしてる時があって、ピアノちゃんだけじゃなかったんだけどサンリオでコラボしてて、その時にピアノちゃんが入ってて、そのピアノちゃんのこういうお顔のこれぐらいのポーチ、これぐらいのポーチがあって、でも普通に多分これすごい、あのなんだっけ、その時間ピンポイントで行かないときっと売り切れちゃうなって思って、もうあのブックマークして携帯でわざわざブックマークして、もうそこを押したらすぐその購入ページに行けるようにブックマークして、その時間になったり押して、でも急いでこうやってやったら買えたんだけど、もうそのあとすぐページ閉じてもう一回入り直したらもう完売で、よかったやったーとか思ってたのに結局受注になるっていうオチいや受注なんかーいと思って、まあでも別に買えたからいいんですけど、そうすごい嬉しかったですね。やっぱ戦利品でした。待って面白い、サンリオガチャしたのにスライム出てからガチャしてるトラウマじゃんえそうピアノちゃんね、そういうのだと人気なんだけど、なんかあのサンリオ総選挙とかになると全然なんかあの10位以内とかにはなかなか入らなくて、なんでなんですかね、みんなに推しとかなのかなそうこんなシナモンもいますよ、これかわいいメガネしてる糸シナモンかわいい、これは UFO キャッチャーで撮りました。なんかあのさちっちゃい UFO キャッチャー、結構こう背が低くて三本爪のこういうやつで撮りました。これ100円で撮れた、たまたまですね。ああいうのもきっと確率機なんで、たまたま確率が当たったのか持ったところが良かったのか分かんないですけど、メガネが可愛くて撮りました。100円、安い、100円で取れた、めっちゃお得、ラッキーでした。え、うまくないんだよ全然、ちょっと運が良かったこの時は。でもそうなんか袴みたいな感じなんだよね、
尻尾もついてかわいい。 UFO キャッチャー得意、うーん、ものによるけど好きです、すごい割と好き、うん、ですかね。そう、かわいいんですよこれ本当。そう、割とこんな感じでこういうの結構あれですね そうこんな感じですかね。まだいっぱいあるんだけどね、ちょっと向こうにある取れないですね。そう、こういうのを結構集めたりとかしちゃうタイプですね。割とぬいぐるみとかそういうの好きなんでこういうの集めてますね。嫌ですね本当。いつになったら卒業するのって言われますけど、ちょっと卒業できないと思いますこういうのは今日卓上呼び出しボタンのガチャガチャした、あ、なんかわかる、それ今あるよね、ピンポーンとかやつでしょ。いろんな種類あるんだよね多分。独特の世界観確かに初めて見るとそうだよね。とクレーンゲーム前のは大滝太郎モフってイメージあった。うん、そうかも。まあはね、別にうまいわけじゃなくてただ好きなだけなので、おっきいぬいぐるみとかはマジで結構数千円かけないと取れない時の方が多いです。普通に買った方がきっと安いですなんかそういうのはもう夢とかワクワクを買ってると思って、しますけどね。そう、ぬいぐるみね、いいんですよ可愛くて、ほんとやっぱぬくもりがある。ある意味ギャンブラー気質、いや、なんだろう、なんかあの好きなものには結構とことんお金使うタイプですね私。うん、なんかコレクター気質なんですよとても。ママとかもそうで、ママはあのワーゲンバスがすごい好きだから、ワーゲンバスを自分の部屋にすっごいいっぱい飾ってて、あとビートル、あの古い方のビートルとか、ニュービートルじゃなくて古い方のビートルとかのミニカーみたいなのを集めて飾ったりとか、あとディズニートミカ、そうだからそのディズニートミカをこう昔から結構集めてて、あのディズニー行かないと買えないやつとかもあるから、そういうのとかも全部集めたりとか、まあ全部ではないんだけど割と集めてて、結構多分もうそれに関しては何百台とかあると思う。うん、フォルクスワーゲンね。そう、ママは本当に好きで、あれもう私はちっちゃい時からママがずっとママの夢はあのフォルクスワーゲンの車に乗るっていうのをずっと聞かされてきました。そう、加藤ちゃんとどっちがぬいぐるみ持ってる、いやーどうだろう、でも加藤もすごい持ってるって言ってたからな、結構いい勝負かもしれないですね。そうコナンのアガサ博士が乗ってる車、そうあれです、あれです、なんかあのこういうあのパカってこう開くケースみたいなのにこう何台、5台6台ぐらい12345みたいな感じで並べて、それをこう突っ張り棒でこういう感じで、上から見るとこういう感じでこう突っ張り棒で、でこうしてそこにそのケースを乗せてこう1段2段3段みたいな感じにして
やってたんですけど、なんか上から2段目ぐらいのやつがなんか突っ張り棒がずれたのか落ちちゃって、あのトミカは大丈夫だったんですけど、全然ケースに入ってたから大丈夫だったんだけど、そう、でもあのなんだっけ、それはちょっと危ないねってことでやめたんですけど、その飾り方は。だから今ちょっとね、飾るところを探してる途中なんですけど、どこがいいかねって言ってるんですけど、フォルクスワーゲンってドイツ語で国民の車という意味。あ、そうなんだ。ワーゲンバスって今はフォルクスワーゲンから出てないと思うんだけど、あ、そう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 、今はね生産がもう生産してないので、だからその古いやつに乗りたいらしいんだけど、まあ、やっぱりね古い分やっぱり値段もするし、まあ、やっぱその壊れた時とかのその修理とかもきっと多分その生産してないから部品がなくって、結構割と莫大なお金がかかるっていう風には聞いたことありますけど、まあでも割とそれはもう本当夢って感じで、だからたまに本物とか走ってるんですよ。もう今は結構そのまあ偽物っていうか、その他の車を似せてこう作ってたりとか、似せた形にしてるとかいうのは結構見ますけど、たまに高速とかでこう本物が走ってたりとか、そのテレビとかあの雑誌の撮影とかでその本物を使ってたりとかってすると、まあまあもう、うわーってなってますね。とっても、そうそうそう、外車だからね。え、ワーゲンバス来年から生産再開、本当に？それはママに教えてあげなければ。ママワーゲンバス何色が好きなの？圧倒的に赤白ですね。まあ緑と白も好きって言ってたけど、もう赤白が本当に好きって言ってました。そう、維持費かかるんですよね。そうなんですよ、旧車は特にね。そう、でも今はまあその普通にこうなんだろう、まあ移動とかのことも考えたりとかすると、なんか今はなんだっけな、ジムニーに乗りたいって言ってて、本当は G クラスがいいんだけど、まあさすがにちょっとお高いので、ジムニーん G クラスあれ違う違う、待って待って、あのベンツから出てるやつ、あ、新型か、新型なのか、そうなんだ。え、ベンツから出てるやつが G クラス？ちょっとあの曖昧なんですけど、あ、そう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 、そうだから、そうそう、本当はあのそのお金のことを考えないんであればベンツのその G クラスに乗りたいって言ってるんだけど、さすがにそれは買えないんで、あの今乗ってるあの車がその買えるっていうタイミングになったら次はジムニーに乗りたいって言ってて、本当は昔ジムニー乗ってたんだけど、ママあの昔のやつだからすごい揺れるんですって、やっぱり。で、私が生まれてまだ首も座ってないのにそんなに揺れる車に乗せられないからって言って、あの車変えたらしいんだけど、そうそうそう、そうだから、そのたまにあの普通に車で走ってて対向車線とか、まあ普通にこうバイパスとかだと、まあ反対っていうか隣の車線とかにこう G クラスが走ってると、あ、ママの車だとかって言うんだけど、違う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 よとか言ってますね。そう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 、首そう
座ってないのにめっちゃガタガタ揺れる車だったからちょっと危なくてやめたって言ってたけど、もうまあまあも普通に大人になったしあれだから。そう、角張ってるのが好きなんです私のママは。なんかそのなんか最近のまあ普通にあのまあ日本で作ってる車とかもそうなんだけど、もう何でもかんでも丸くするなって言ってましたね。へー、そうなんだ。 G クラスもどきある、 G クラスキットがある、へえ、いろいろあるんですね。そうだからなんか今のこう車って割と丸いフォルムの車が多いじゃないですか、まあ、普通に軽自動車にしてもそうじゃなくても普通車にしても。そうなんです。先週鹿と衝突して車大破してしまう。大丈夫ですか？怪我はありませんか？危ない危ない。あーそうね、なんかでもそなんかそのアメ車か、まあ、ドイツ系かとかなんかそういうのはあんまり好みないらしいんですけど、多分ないっぽいんですけど、あー今新車買っても納車1年以上だけ、やっぱそうだよね。あ、怪我大丈夫でしたよかったです。うん、でもなんかまああのちょっとこうなんだろう、普段走ってないような古い感じの車だったりとか、まあ外車っぽいやつとかだと、あ、なんとかだなんとかだって言うんですけど、私も全然わからないので、もう何回も言われないとちょっと覚えられないのでなんですけど、まあでもそんな感じ。この間なんか言ったって言ったんだけど、何だったっけな、忘れちゃったな。まあそんな感じですね。あらら、鹿さんがかわいそうに。まーちゃんはどんな車が好きなの？なんかね、かっこいいなって思うのは、かっこいいなって思うっていうか、私は別にそのなんか車種とかにあんまりこだわりなくって、なんか絶対この車に乗りたいとかはないんですけど、まあ好きな車はこの中から1台選んでいいよって言われたらフィアット一択ですね。外車かいっていうね。そう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 、ママ走り屋かな。いや走り屋ではないけど、そこまではいかないけど、まあでも割となんか若い時とか、まだ結婚する前とかはあのこうみんなあの友達とかとドライブとか行ったりとかして、あのよく山とか行ったりとかしてキャンプして帰ってくるみたいなのやってたらしいですけどね。そうフィアットの白が可愛くて、なんかあのミントグリーンみたいな感じの色も最近よく見るんで結構可愛いなと思うんですけど、やっぱまあシンプルに白がいいかなみたいな。白だとあのエンブレムの赤が結構映えるなと思って白いいなって思うけど、まあやっぱりねちょっとね、1台目あれ怖くない？例えば免許取ったとして初めての車でフィアット怖くない？事故りそう。待って待って、わかんないわかんない、ないそれ。あ、そうそう、ルパンが乗ってるやつ。ないない、それチンクエッジェントって何？
待て待て待て、そんなに詳しくないそこまで詳しくない。あ、正式名称みたいな、フルネーム的な。車わからすぎてフィアット調べたそう、フィアット結構ね可愛いですね。あ、そうなの。あ、会社の名前ね。あ、すごいすごいすごい、みんなもすごい知識をこう私に教えてくれてる、嬉しいですね。なぜみんな車に詳しいのかやっぱでも男性はね結構車好きな方多いですからね。あ、フィアットってトヨタって言ってるのと同じ。ああ、そういうことね。はいはいはい、そうそうそう、あれ可愛いですよね、おしゃれで。うん、でも昔はミニに乗りたかった、ミニクーパー。ミニに乗りたかったっていうか、これ多分言ったことあるかな、初めて買ったラジコンがミニで、ミニを見ると結構こう、ああ、あーミニだってなりますね勝手になんかその、あ、自分の車だみたいな感じになりますね。アシティハンターね、ミニクーパー。ミニクーパー結構あれだよね、あのナンバー選んで3298にしてる人とか32とかの人いますよね。友達それ乗ってるな、白いのミニ、古いやつかな、新しいやつかな。そう、初めて買ったラジコンがミニクーパーで、そうですね、でもまあやっぱ肉なんで全然古いか新しいか分かんない。新しいやつはねちょっと大きいんだよね、確か横幅とかが割と大きいのも今はあって、それだとなんかあんまミニ感ないなと思っちゃうけどね。車高が低くて怖かった。あー、なるほどね。ママが選んだのか、いや、あのラジコンは自分で選びました。そう、肉なんでやっぱ全然坂とか走れないし、やっぱもうちょっとの段差とかでもうガタンってなっちゃうんでダメだってなって、でしかもなんかこう予想してない方向に曲がっちゃってミラー折れて、で次はちょっと四駆買ってみようと思って次はジープにしましたけど、今のミニはでかくてミニじゃない。ああ、そう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 、もう全く同意見あー、今ね BMW なんだ。車興味ないし分からないしで初めての車親が選んだもん。いや、そうだよね、女の子はねそういう子多いよね。そう、あのちっちゃい時結構ラジコン好きでえ、なんかそう、まあ多分ね車の話とかをよくされてた環境の中で育ったからだと思うんだけど、突然ラジコンに興味持ち出して、あー、ラングラージープね、はいはい、聞いたことあります。そうで、なんか突然ラジコン欲しいって言ったらしくて買いましたね。最初、うん、ミニにしたけど、やっぱダメですね、馬力がなくて。肉は男の子みたいそうでしょう、そうなんですよ、結構ね独特なんです、うん、ラジコンのコントローラーは、ま、回すやつ、いや回したないやつ、どっちも回さなかったな。あの普通に本当もうこういう感じの、こういう感じのやつ、回すやつってこういうやつだよね、なんかちっちゃいハンドルみたいなついてるやつじゃないっけ、ちっちゃいハンドルってかなんかこういうのだっけ、ちじゃなくてあの普通にこういうこういうやつした
そうそう、棒2本のやつだった、どっちも。そう、まあやっぱりね、ジープはね結構、まあちょっとぐらいの砂利とかだったら全然走るし、もうちょっとやそっとの段差じゃあんまり転ばないので、感動しましたね最初。あー、さすがさすがですと思ってましたけど、だし、あの車体も結構大きいんで、まあラジコンとはいえ、なんかこのなんかね、上のところにちょっと空洞みたいのが空いてて、そこになんかほんとなんかもうこういうサイズのちっちゃいぬいぐるみみたいの入れて走らせたりとかしてましたけど、まあ、大体落ちますね途中で。かっこラジコンだね。そうそうそう、あー、自分で作るタイプのオフロードラジコンならどこでも。あ、そうなんだ。作ったことはないな、さすがに。ドローンに挑戦は。ドローンね、いいなとは思いますけどね、でもさすがになみたいな、ちょっと空までは手出せない。ドローンか、考えたことなかったな。私ちっちゃい時にドローンなんてなかったんであれですけど、最近はね全然ラジコンも触ってないので、もう動くかどうかも怪しいって感じなんですけど、まあ割とって感じですね。でもきっとやって、やり始めたら面白いんだろうなって思います。ドローンを海に落とした、それは切ない、悲しい。あー、カメラ搭載してみるの楽しい、確かに。そうそう、結構ねそういうのもありましたね。なんかクリスマスが誕生日プレゼントに買ってもらった記憶があるな、その小学生の時とかに。ラジコンとかは割とね、突然ああ、ヘリコプターはかなり難しい。いや、そうだよね、ヘリコプターはねあるけどね、前から男の子へのプレゼント、そうなんですよ。なんかおばあちゃんとかに買ってもらうときに、本当にそれでいいのって言われました。いいいいいいとか言って、これがいいとか言ってましたね。今のヘリラジコンは安定してる。やっぱりね、あれなんですよね、あのなんだっけ、あのやっぱこう時が経つにつれて、やっぱこう性能がねどんどん良くなるんですよね。そう、私趣味独特なんですよ結構。安定じゃない、突然の枕、これクッションなんですけど、アリエルのやつ、ディズニーストアが出したアリエルのクッションなんですけど、欲しすぎて見た瞬間もう即買いでしたね。これはここにアリエルって入ってて、ここなんかレースもすごい可愛くて、後ろはふわふわモモコ、そう、これめっちゃ可愛くてもう即買いだった、マジ可愛い。でさっきこれをこうずっとここのお腹のところにこうやって抱えて喋ってたんです。そう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 、めっちゃ可愛いよね。そう、アリエルのウエスト部分みたいな感じ、アリエルモデルって感じですね。そう、可愛い。あとなんだっけ、部屋の前に敷いてあるなんかちっちゃいラグみたいなのがあって、それもこれと同じ時期に出てたラグです確か。なんかねあったんですよそういう時期が。ラプンツェルとかもいたかな、違う、ラプンツェルじゃなくてベルかな、なんか他の種類のプリンセスのもあったんだけど、アリエル買いましたねこれ。
いろんなグッズがある。そうなんですよね、可愛いのいっぱい出してくるからいっぱい買っちゃうんですよ。やっぱりやっぱこう推しに貢ぐ体質なので、私はもうアリエル可愛い、あのね、いっぱいねあるんだけどね。あ、それこそアリエルのトミカとかも持ってるし、後ろだよ。そう、これね、シェリーメイちゃんなんですよ。そう、推しに貢ぐ体質なので、私は割とシェリーメイちゃんのグッズとかも割と惜しまず買うし、うん、まあ好きなものにこうお金を出すときって、まあお金はなくなってるんだけど、やっぱその分、そのまあ普通にこういうの買うってなったら、まあ物も来るし、その幸福感もあるしということで、まあ、やっぱりね、そのお金じゃ買えない何かも得られてるような気がして結構ね、うん、貢ぎ体質ですね私。ねアリエルのトミカね、あるか取れるかな、ちょっとするよっ。まだね箱から出してもないんだけど、見えるか、こんなのです。かわいいよね。なんかこれ、あの上の部分が開いて、こういう感じでなんかここが開いて小物入れになるらしいんだけど、全然もうもったいなくて出してないんですけど、でもまあアリエルのやつ買いました。これトイザラス行ったらって、まあトイザラス好きで、すごい別に用事なくても行っちゃうんだけど、トイザラス好きで行ったらあったんで、じゃあ開けたいんだけど、箱も綺麗に開けたい。そう、ちょっとね形ね、フィアットっぽい、これ丸い感じで綺麗に開くかな、綺麗に開かなそう。あ、開いた。ちょっと開けてみます、これを機に。初めて開けた、わ、かわいい。あ、なんかこれ刺して使うんですね、これ使うっていうか刺して飾っておくんですね。え、かわいいんだけど、何が開くの、何、どういうこと、なんか、あなんかこれをこのちっちゃいパーツをなんかこの間に刺すみたい、こう、あ、刺さりました、かわいい。かわいい、見えます、かわいい、開いた。あ、これ刺すと開くってことだ、見て、開いた。あ、ここになんか入れられるんだ、何入れるの、あ、ジュエリーボックスみたいになるんだって。試しにリングでも入れてみます、入りそうなちっちゃいリングないですね。あ、じゃあこんな可愛いリング、アリエル感どこ、え、ここだよ、ほらこの色とか、このちょっとこの色味とか、まあ、この赤とか、ここの形とか貝殻みたいな。ママさん、こんなの車じゃねえわ、ウケる。こんなちっちゃいラブって書いてあるリング、こんなの持ってましたね、そういえば。もうつかないんじゃない、こんなの指が入らないんじゃないの、私一応入りました小指にそうで、ここに多分こういう感じでこう入れるときっとこう入りますよってことですよね。でもなんかこの箱の中の例っていうかはピアス入れてますね。ピアスとか入るかな、入るやつあるかな、入りそうなピアスがあまりないよね。うーん、
気に入ったものは2つ買い、いやそんなこともないですね、割と2つ買うものもあれば1個しか買う、いや基本的に1個ですけど、ほんとごく稀に2つ買う時とかはありますけどね。まあでもほんとごく稀です、あんまりないですね。ちょっとなんかよいしょ、あじゃあちょっとアリエルっぽいやつを入れようかな、こんな感じの貝殻の、貝殻のピアスをここになんかこうやってかけ、落ちましたね落ちましたね、難しいですねこれ、非常に難しいです、やだ不器用無理、あこういうイメージ、あやばいやばい、もうえやだー、なんとかなってもう大丈夫もうあまあイメージこうですね、こういう感じ、えこれ何勝ちって言わない、ああ言いました、まあこういう感じですね、かわいいです、えこれもう一回つけたら取れない、あ取れたもう一回しまいます、もったいない、これ地震とか来て落ちたら大変だから、かわいい、やっと見られました皆様のおかげで、初めて出してみました、もう一回袋に入れますフフフフ、結構こういうのはねこうなんかちゃんとこう箱とかに入れて保存したいタイプなんで、はいしまったあとこれね多分ねセリアとかで売ってるんですけど、これブックエンドアリエルの、あこうしたら見えるかな、ほらかわいい必死そうこれめっちゃかわいいんです、アリエルだって、そうアリエルかわいいよねこれ、あ待って私さ自分のさ部屋の扉見てもらいたいな、今度なんかあのなんだっけ写真撮ってインスタかなんかに載せますね、部屋のドア、この後ろにあるドアの表側入る前の面が結構可愛くて、ちょっと後でインスタに載せようかなって、インスタっていうかあのストーリー載せるんでぜひ見てくださいはい、あとこんなのとか持ってますね、これディズニーで買いました、かわいい、そうなんかちょっとそのドアの詳細っていうかを言うと、あの生誕祭の時か卒業公演の時にあのロビーをこう飾り付けしていただくじゃないですか、大体その時にあのこうブロックっていうかちょっとこれ置いたいんだけど、なんかこういう感じのやつで舞うって置いてくださってて、それ持って帰ってきたんです、それを貼ったんですよ、そしたらめっちゃ可愛くなって、そうそうなんです、だから結構可愛い感じになってますので後でそれ載せようかな、じゃあぜひ見てください、そうマウルームですよ、とってもそうですね、あと紹介できるのはないですね、割ともわりと紹介し尽くしました。
そう、いいものもらってきましたよ。結構あの飾り付けとかもすごい可愛くしていただいたので、こう家の至るところに飾ってますね。その時のやつとかブーケとかも。私のファンの方はね、マジでセンスいい方ばっかりだったんで、結構あのドレス、生誕祭の時のあのスタンドフラワーの代わりにドレスとかも私が最初だったんで、結構嬉しかったですね。あのピンクのあの卒業の時のドレスはもう本当に、なんだろう、今着ても全然普通にこうドレスっていう感じのサイズ感なので、あの自分の結婚式の時にあのカラードレスって大体着るじゃないですか。普通に白のドレスとあとカラードレスとみたいな感じで着るじゃないですか、花嫁って。そのカラードレスの時にあれ着ようかなって思ってて、まあ結婚できるか分かんないんですけどね分かんないんですけど、もしそういう時が私にも来るのであれば、そういう時にぜひ着たいなって思って、あ、そう、お色直しとかで着たいなって思ってて、っていうぐらいやっぱり思い出があるし、こうやっぱりね、ピンクですごい可愛いドレスなので、あれなのでね、それ着たいなって思ってるんですけど、まあまあできればの話なんですけどねそう、それはもう結構前からいただいた時から決めてますね、割と。しちゃうの？そんなことないですよ、まだ予定もないですからね、安心してください。体型維持もそうなんですよね、そんなにもうパクパクいろんなもの食べてたらドレス入らないなんて切ない、もうそれ以上に切ないことないですよね。体型維持しっかりしないと。確かにそれはそうですね。何歳までに結婚したいとかあるの？あんまりないですけど、あんまりないですけども、まあ30歳までにはしたいですよね、できれば。まあ割と最近って結婚そんなに早い人とかもそんなに多くはないんで、半々ぐらいにはなってきたんじゃないかなと思うんで。私ね、やっぱ晩婚化って言ってるぐらいなんで、割とこう30代になってから結婚される方とかも多分今増えてると思うんですけど、まあそうですね、30歳くらいまでには結婚したいかな。本当はもうちょっと早くてもいいんですけどっていう感じですかね。最近高い買い物何しましたか？最近高い買い物？特に特にないかな。なんだろうな、高い買い物？特にないですけど、自分の人生の中での自分で買った一番高い買い物は財布でしたね。今使ってる財布、大好きな大好きなマーク・ジェイコブスのお財布をやっと買いまして、去年の冬とかかな、去年一昨年の冬とかかな、
多分あれ去年の冬かなに買いました。まああのハイブランドの中だったら全然リーズナブルな方なんですけどそうマークジェイコブス本当に好きで、お財布ずっとマークの財布使おうって思ってて、あのバイトしてたんで、その時は高校生の時はバイトしてたんで、そのバイトをしてやっとお金貯めて買いました。はい、じゃあどっからが高い買い物？私でも結構ケチなんで私ケチなんで割と万いったらもう高いなって思っちゃいますけどね。物によってはそうじゃなくても全然うわ高いなって思いますけど、お化粧品はプチプラ、プチプラが多いです割と。NGT の給料でもかなあのねあのまあほら握手会とかいっぱいあったんで服とかも買わないといけないし、まあ、やっぱり私通ってたんでそれとかのお金もあったんで、全然その自分が自由に使えるお金っていうのがあんまりなくて、そのお財布とかも買ってる余裕とかも全くなくっていう感じでしたね。お化粧品プチプラ、あれ言ったっけこれ、基本的にはプチプラですけど、たまにどうしても欲しいのとか、あの自分へのご褒美とか買うときは割とこうデパコスとか買ったりとかはしますけど、基本的には倹約家ですね私割と。こうなんか好きなものにはすごいお金使うけど、自分が興味ないところは割とこうケチケチするタイプですね。何のバイトしてたの？私意外や意外ラーメン屋さんでバイトしてました。意外じゃないかな、私ラーメン屋さんでバイトしてました。めちゃめちゃいい職場っていうか、いいバイト先でいい人たちばっかりで、すごいいい経験させてもらったなって思ってます。めっちゃなんか結構いる世代の方っていうか、その働いてる世代のが割と若い世代の方が多くて、多くてってかほとんどもう同年代みたいな感じだったので、割と働きやすかったです。そうだから注文とか取ってましたよなんかああいうのってやっぱりこう染みつくんですよだいぶ。だからまあね、あの最初はもうなんかあのもうそんなもうお客さんが入ってきた時も、あ、いらっしゃいませとか、なんかこういちいちこう言うことなんだっけみたいな感じで、あれこういらっしゃいませって言ったら何聞いて何確認してみたいな感じでこういろいろあるんですけど、手順が、まあお店によってもまた違うと思うんですけど、私が行ったところはそういうのがいろいろあって、だからもうなんかまずいらっしゃいませって言う、で人数確認する、席を確認する、案内するみたいな感じでやってて、お客さんに気づかれた、高3の途中ぐらいから大学に入る前までやってたんですけど、だいたい3ヶ月ぐらいいて、で3ヶ月間でほんと数人くらいですね。だからもうほんと最初はすごいこうなんかこうなんていうの、一個一個言わないとできなかったんだけど、慣れてくるとやっぱり、いらっしゃいませお客様何名様でしょうかみたいな、こう流れで言えるようになるみたいなのはやっぱりちょっとこう嬉しかったですね自分の中で。あ、自然にできるようになるんだな人ってって思いました。
注文取るとき失礼しますって失礼します、ご注文お伺いいたしますって言ってやってました。そうそうですよ。そうだから意外とちゃんと働いてたんですよ私も。そうなんです。あ、そう、厨房入らなかったです。結構私はホールっていうかもう注文とかお会計とかそういうのだけでした。運んだりとかねしてましたよ。そう、一番難しかったのは厨房の人はもう厨房だけ、まあたまにお会計とかもやるみたいな感じで、注文ホールの人は注文とあとこうドリンクを作るみたいな感じなんですけど、そのドリンクがマジで難しくて、なんか夜はお酒も出してるところだったんで、こうなんだろう、居酒屋まで行かないけど、まあちょっとお酒も飲めるラーメン屋さんみたいな感じで、そのお酒がそのいろいろその種類があって何と何を入れたらどれになるみたいなのも全然覚えられなくて、めちゃめちゃ聞いてやってました。俺は熱いの持てないからラーメン屋で働くのは無理だ。あ、そう、なんかあのこういう普通の器にこの下に、まあ例えばこういう、こう平らなお皿の上にこうやってこう丼が乗ってるあれだったんで、熱くはないんですけど重いんです、すごく。でそれをこう2人分とか頼むお客さんとかもまあいるんで、それをこう持っていく時にもうプル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 みたいな手がそう結構あれでした。そう、お酒作らなきゃいけなかったりとか、まあ、例えばレモンサワーとか、そう最初はもうあのトマトサワー、トマトハイみたいなのがあって、そのサワーとハイの違いがわからない、何を入れたらトマトサワーなのか何を入れたらトマトハイなのかみたいなのがちょっとよくわからないしみたいな、どれぐらい入れるとかもわからないしみたいな、もう結構いろいろ聞いてました。だからやっぱそういうところは未成年結構不利っていうか、こういろいろこう入れなきゃいけない知識が多いなっていうふうには思いましたね。そう、結構いい経験しました。バイトね、楽しかったですね。そう、重いんですよ本当。まあでもね、結構楽しかったです。ジョッキ片手で4つ持って無理無理無理めちゃめちゃ重いさあのソフトドリンクにはストローさすとか、ああなるほど、そうやって見分けてるんだとか思って、でもそれもなんかあのだいたいその注文言われてこう見ると結構あの見ただけで覚えられる、あ、作れるようになったりとか後半の方はしてましたね。サワー濃いめでとか言ってくる人いなかった？いたいた。だからなんか最初言われた時びっくりして、なんかできるのかって思って、それありなのかって思って聞きましたけど、まあでもちょっと多めに入れてって言われたんで、あの店長さんっていうかには言われたんで、そうやって出しましたけど、結構なんかでもあの話しかけてくださるお客さんとかもいて楽しかったですね。割とまだあの本当こういう時期じゃなくて、もうコロナとかが流行る前だったので本当ちょうど良かったんですけど、
そう、あとあのねレジがマジで覚えられなかった。なんかあの想像してたレジと違って、今ってなんかタブレットとかでこういろいろできるじゃないですか。がもうそれが本当に難しくってけっこう覚えるの時間かかりました。楽しかった。そう、今だとね結構ねお店側もきっと経営厳しいと思うからね、人雇ってる余裕もないだろうし、普通にお客さんとかも減ってるだろうからあれだと思うんですけど、行きたかったなぁ。だってでもさ、自分のファンの人とか来てくれたらさ、私が固まっちゃうわえってなるそう、機械音痴だから、なんかあの一回会計しようと思ってなんかあの生産みたいなの押したのに割り勘でって言われて、えどうしようってなって、割り勘ってできますかってなんかその店長さんみたいな人に聞いたら、いや割り勘できないのでって言われて、あなるほどと思って、それを私が言ってみたいな、すいませんって言ったりとかしてましたけど、結構ね楽しかったです。ファン来たら気まずいか、いや気まずくはないけどびっくりはするよ、さすがにおうってなると思う。まかないはどうだった？ねあの基本的にそのお店のあのメニューだったら割と何でもいいよって言われてたんですけど、私その時なんかダイエットしてて、結構ダイエットってか、まあ、やっぱさすがに結構連日ラーメンとかだともう太るんで、こうあのサラダとか食べてました。サラダ、サラダ食べてましたね。もったいないそうサラダ食べたり、あとでもあのチャーシュー、チャーシューご飯みたいな、なんて言ったらいいの、あのチャーシューが乗ってるご飯、普通にチャーシューご飯みたいな、あチャーシュー丼みたいなののちっちゃい丼ぶり、ちっちゃいご飯茶碗にしてもらって、あのチャーシュー丼とかもたまに食べてました。もう少しで仕事終わるけど何時まで配信ですか？全然決めてないんだけど、何時、今5時とかですよね、もう5時の鐘鳴ってるんで5時とかですよね、5時。でも私もご飯、夜ご飯の準備をしてないやつなので、5時20分まで微妙半までやれよみたいなね、5時20分までやります。あと20分、今日ドッキリグランプリ面白いよね。えごめん、夜公演始まった、大丈夫みんな、全然あのあれだったら抜けてくださいね。何食べるの？全然決めてないですね。まだもう冷蔵庫に何が入ってるかもわからないのであれなんですけど、夜ご飯は何にする、何にしようかな。でもお肉とかも多分あるんで、まあなんか炒め物を作るか、何しようかなって感じですけどね。私割と適当人間なんで、結構冷蔵庫にある野菜とかお肉とかで割と簡単に野菜炒めとかパパッと作っちゃうタイプなんですけどやだよねこんなの。ちゃんとした食卓をこう提供できるようになりたいな。料理もね勉強ですよね。
やっぱ実家っていいけど、その料理とかがマジで上達しない、甘えてしまうので。できる主婦、え、でもさ、それさ、最初にそれやられたら嫌じゃない？最初はなんかさ、なんかハンバーグとか作ってほしくない？いや作れるんだよ、ハンバーグとか作れるんだけど、ちょっとなんか何もない日によっしゃ作ろうとかならないんだよね、あんまり。ちょっとめんどくさいちょっとだけめんどくさいなみたいな。まあ作ろうと思えば作れますけどね。あと私の今後の人生の課題は、あのオムライスの卵をきれいにこう乗せられるようになるっていうのが今後の課題です全然きれいに乗せられない、うん、って感じです。でも別に嫌いじゃないんですよ、そのなんかご飯作ったりとかするの全然。自分のために作るのは割とあれめんどくさいなって思うんですけど、まあ家族のためとか人のためにこう作るのは全然嫌いじゃないので、多分ね、だからお菓子作り嫌いじゃないんだろうなって、お菓子の方が好きなんだろうなって思います。お菓子って基本的にまあバレンタインとかお誕生日とかそういう時にこう誰かにあげる時とか誰かのために作ることの方が多いから、そういう方が多分作る気になるんですよね、自分が。自分のために自分一人のためのご飯とかってマジでめんどくさくて、本当何でもいいし何でも食べなくてもいいしみたいな感じなんですけど、うん、スイーツとかお菓子とかは割と誰かのために作ることの方が多いので、そういうのの方が好きです。そう、冷蔵庫の残り物でお菓子は作れないか、そうなんですよね。最近は割とケーキとかも作るんですけど、さすがにスポンジは焼かないんですけど、ケーキとかも作るんですけど、あのクリームが全然綺麗に塗れなくて、昔よりはマシなんですけど、やっぱりね難しいんですよ。こうやっぱスポンジが削れちゃったりとかするので、それもちょっと要練習だねあのスポンジを売ってるやつを買って、普通にフルーツ自分で切っていろいろクリーム塗ったりとかしてますけど、あ、スポンジっていうかスポンジケーキ、ケーキの土台はあんまり焼かないです。でもパイシート、売ってるパイシートでパイ作ったりとか、パイはめちゃめちゃ簡単なのでとか、まあ無難なのはクッキーとかですか。お菓子作りめちゃめちゃ好きなので、あと暇な時カップケーキとかも焼きますね。クリームうまく塗れないの。でもなんか普通にこうやって平らなお皿に乗せてやってたんです。でそれをこう回らない、普通のお皿に乗せてやってたんだけど、めっちゃ塗りづらくて、回る台欲しいんだよねって言ったら、ママが一言、あるよあんのかーいもっと早く言ってくれよと思って、あんのとか言ってそう言ってました。だから次、だからそのちょっと前に友達にケーキ作った時があって、その時はその平らなお皿、それを知らずに平らなお皿のままでやってたんで、
次もし作る機会があったらその回るやつをちょっと使ってみてどれぐらい違うのかっていうのを試してみたいんですけどね。お菓子作った後の甘い匂いがする感じが好き。わかる。なんかあ自分女子やってんなみたいな思う。女の子だなって思う。わかるわかる。そう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 なんですよね。そうカップケーキはねレンジでできるんでマジで。簡単。それこそなんかあのホットケーキ焼くみたいなやつをこう作ってカップに流し込んでレンジで決まった時間焼けばもうすぐできるんで、それとあともう生クリーム、あの普通に絞るだけの生クリームとか買ってくればジューンってやっていちごポンってのせたらもうそれなりに見えるんで。大滝姉さんと YouTube の予定はまた見たいですね。私もまた出たい。あのこの間なんか大滝があの大滝のストーリーでこう答えてくれてたと思うんですけど、質問見た方いるかな、質問でなんか書いてくれてて、あのぜひぜひって感じなんですけど、お菓子作り配信もいいかも。確かに。でもあれだよね、お菓子作り配信ってさ固定むずくない？どこに固定すればいいのって感じ。見た見た、あ見た、そう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 、あのまたぜひぜひって感じなんだけど、大食いじゃないのでもいいんですけどね、大食いでもいいんですけど、何大食いがいいかな次。マネージャーさんがカメラマンしてくれたら大丈夫。もうマネージャー探すところからママがカメラまさかのハンディ面白いなそれ。ポテトきつくない？ L で限界だな多分。ああショールームか。ああごめんなさい大滝の YouTube、 ああそうそう大滝の YouTube はね、あのいいあの固定のあれがありましたんで、そう(笑)うどんか、意外とラーメンとかの方がいっぱい食べれるかも。カラオケ配信懐かしいねもはや。この間久しぶりに白爪草の冠作った。ああの可愛いやつか、いいな。まだ咲いてないよこっちまだ咲いてないよ、いいな可愛い。あれどうやって作るんだろう、マジ永遠の謎なんだけど、一回も作れたことない。なんか分かればきっとできるんだろうけどね。ラーメン用意するの大変、確かにそうかも、冷めちゃうしね。またカラオケ配信してくださいね、したいね
カラオケ配信の時のテロップ芸はさすがにあれさマジでびっくりしたよね。もうほんと事故だったマジで、え、なになにみたいな。だってみんなのコメントは見れてるのに、みんなのコメントは見れてるのに私の声が聞こえてないみたいな感じで、もうこれテロップで喋るしかないと思ってせっかくみんな見てくれてるのにと思ってテロップでマックス歌ったけど、ゴジルっていう。簡単だよ、ぜひ。まだ咲いてないのに、咲いてない、やっと桜が散り始めてってぐらいなので全然ですね。まだ楽しかったね、優しいからさ、みんながみんなが優しいからとても助かりました。そう、それこそなんか何だっけ、それこそ私はきっと配信時間とかもそんなに多い方ではなかった、なんなら少なかったと思うんですけど、それでもねやっぱりね、一応取れたっていうのはちょっとスピーチ一応取れたっていうのは本当に皆さんのおかげだと思っています。まあこれは本当なんですけどはい、こんな私に1位という順位をくださって本当にありがとうございます人生で初めてこういうので1位とか取って、もうなんか変な感じです、逆に不思議。なんか夜中にやってくれた時のテンションがすごく好きでした楽しかったよね、もうハイでした私テンションが。めっちゃ嬉しかった本当に。こんにちは、こんにちはねえ、もうびっくりびっくり、楽しかったですね。ちょっとまたやりますね、アイドル時代に聞きたかったねえ、ちょっとね言ったことなかったですね。応援してるこちら側も嬉しいよ、1位だ、ありがとうございます。最後しか参加できなかったから申し訳ないけど、いやいや全然そんなそんな、お気になさらず、見てくださったかあだけでも本当に嬉しいんで、今も面白い、だって嬉しい、面白いって言われるの嬉しいんですよね。めっちゃ持論なんですけど、なんか可愛いってまあ本当に思ってても言うけど、なんかまあ正直まあそこまで思ってなくてもまあ口にすることってできるじゃないですか。でも面白くない人に面白いってあんま言わなくないですか。だから面白いって言われる方が私実は嬉しかったりとかします嬉しい、なんか お話面白いとか言われるとすごい嬉しいです、ありがとうございますまーちゃんはずっと面白い、ありがとう、かわいいわこれがねえ、そうだからやっぱその、ま、それこそアイドルとかをやってるとこうなんかもう無条件でかわいいって言ってもらえることが多いんですよ、やっぱりなんか本当に思ってるみたいな時もあるんですね、やっぱ正直。いや信じてますよ、信じてます、あのかわいいって言われるのももちろん嬉しいんですけど、まあ、その面白いって本当に思ってないと言うことあんまりないのかなって個人的には思ってるんで待って無理、それは面白い、ちょこれでそれはやばい、超絶おもろい、ワンワンはやばい、それ笑っちゃうわ多分歌ってる途中に、独特な感じで本当に面白い、嬉しいセンスある、センスある、それめっちゃ面白い一人だけさなんかテイスト違くないみたいな、コールのテイスト違くないみたいな、めっちゃ面白いそれいいね、面白いわ他のメンバーもびっくりよ、えみたいな、今なんて言ったみたいないい
ですね。面白い面白い。ユニークという意味で面白い。え、嬉しい、本当にありがとうございます。結構ね、変な人だねって言われます。変な人、変人って言われること多いですね。希望すれば絶対やったと思うけど、わかる。現役時代にさ、発動しておくべきだった。これはそういう話すればよかった。無理、もうそんなの来るって分かってたらさ、来る前に笑っちゃう。みんな面白いね。分かる、時止まりそうだよね一回。面白可愛くていい意味で、現役の時と何も変わらなくて嬉しい。ありがとう、そんなこと言ってもらえて嬉しいわ。もうでも明るくなったんじゃない、ちょっと。カノちゃんは笑って歌どころじゃなくなりそう。カノ意外とツボ浅いからね。なんか別にその活動してた時が楽しくなかったとかじゃないんですけど、あのやっぱね、気持ちに余裕ができた、すごく。だからあのそういう感じですね。だから明るくなったように感じるんだと思います。そう、パンケーキ食べてたんです。さっきまでとか結構前までだいぶ序盤で食べ終わっちゃったんですけど、やっぱり現役時代はプレッシャーもあったのかな。まあ私は多分他のメンバーに比べたら全然プレッシャーは感じてなかったんですけど、でもなんだろう、まあやっぱりその学校とその活動の両立っていうのがやっぱ、難しかったというか、個人的にはそこが一番しんどかったなって思うところだったので、まあ、それがなくなった分やっぱり気持ちがこう軽くなったというか、肩の荷が下りたというかっていうのはありますね。ああそうかもしれない、まあ、やっぱりそのね、アイドルってお仕事ってやっぱそのファンの方がいないと成り立たないのでね、そう、あの中途半端があんまり好きじゃないので、どっちも100でやりたかったんですけど、結局50-50とか、まあ、もうそれ以下とかになってしまってるなっていう風に感じたので、もうあの見切りをつける時期かなっていうのは、まあ普通に進学のタイミングでもあったので、一応まあそういう感じで卒業を決めました。5時19分、もうあと1分ですね。みんなとのおしゃべり楽しくてさ、すぐさ時間来ちゃうね。そうなんです。だから本当にあの、でもなんだろう、でも多分また20分過ぎちゃうなこれ、まあ、もうちょっと喋りますね。私のファンの方はいい意味で私にあんまり求めないで いてくれてっていうか、なんだろう、こうできる範囲でやってくれれば全然いいよって言ってくださる方が本当に多くて、そういうところにすごく助けられてました。ありがとうございます。本当にあのね、とにかく優しいファンの方が多かったっていうのが私の一番の自慢ですかね。活動してて、そこはもうあの他のメンバーに負けてないぞって胸張って言えるところだったかなというふうに思います。え、感動これ。感動のタイミング今これ。
そうだから私握手会大好きだったんですよ、とても。握手会大好きだった、楽しいしね。もうほんと最後まで部数少なくて申し訳ないって感じだったんですけど、ずっと1部でやっと増えて2部申し訳なかったんですけど、ほんとでもそれでもね、あの会いに来てくれる方いっぱいいたんで本当に嬉しかったね最後まで干されて申し訳ない、ほんとでもいいんですよ。やっぱなんか中途半端に押されてたらあのキャラも出なかったと思うんでいいんです、私は私でそれでいいんですよ。やっぱ不人気面がいるから人気面がいるんですよ。みんな不人気だったら人気面って存在しないですからね、哲学そうだよね、今ね握手会とかもできないもんね、なんかオンラインお話し会みたいな感じですよね確か今なんかいいんですよ、やっぱあの大外がいるからセンターがいるしソロだったら無条件でセンターですからそう深い深いですよ、そうですよ本当そうそう、だからいいんです別に、それぞれ輝ける場所ってのはやっぱりありますからあのね、私はあの後ろの端っこじゃなかったら今の私はないと思ってるので、これで良かったんです。ということで良きところで話が落ちたのでまーちゃん応援するの楽しかった、あそう言ってもらえるのが一番嬉しいですね、やっぱりみんなの心のセンター、まーちゃんほんと優しい、もうありがとう、いつ見えなくなるかってね、危ない時もありましたけど外側すぎてはい深井みんな面白い、マジセンスあるってか、私のこんなグダグダ配信にさ2500人も見てたの、やだ恥ずかしい恥ずかしい、はいめっちゃ面白そう、面白そうだって間違えた、めっちゃ面白いんだけどって思った、めっちゃ面白そうとか言っちゃった、はい、ということで、まあまたイベントとかもで、あのタイミング見て出ようかなと思ってるので、またその時はお知らせしますし、出てなくても配信とかしようと思ってるので、まあ次はあのなんだっけ、前もってお知らせしてあれしますので、配信しますので、あとでこの部屋のドアの写真ストーリーに載せますのでぜひ見てください。はい、じゃあ皆さんもお仕事だった方お疲れ様でした。そしてあの土曜日のこんなね、お昼過ぎから夕方っていう貴重な時間に貴重な時間に配信見てくださって本当にありがとうございます。それではまたね、バイバーイ。